どうもお疲れ様です。舞姫大学特別講義でございます。今回はですね、人生の主導権というテーマでナミさんにお話しいただきました。私なりに人生の主導権っていうことを考えてみると、あそうだな、こういうアイデアがあるなっていうふうに思いつきましたんで、ちょっとお話してみようかと思います。まあ、よくね、えー、なんかお決まりの飲食店に行くときって予約をしたりすると思うんですけどもね、まあ、そんな経験っては最近ありませんかね。まあ、ところで 今日どっかでランチを食べたいなぁと。そうだな、ランチは和食がいいなぁと思った時に、こうやってインターネットで検索する、そんな作業ってのは通常よく行われることだと思うんですよ。でも、検索にかかる店の中から選んでいるということは、検索にかからない店は除外されてるってことになりますよね。そうなると主導権を握ってると言えるのかなと思うわけなんですよ。あと一つね、実際に自分が お目当てのお店を見つけたとしてそのお店に一直線に迷いなく行けるようになりました今すごく便利な時代です果たしてこれも主導権を握ってると言えるのかなと思うんですよね、まあ、つまりテクノロジーによって自分の人生が操られてるというふうな解釈もできるわけなんですよで以前だったらどういうことが起きたかというと自分のお好みの飲食店を探すためにあっち行ったりこっち行ったり探して看板で見て立地で見て駐車場があるかなとか人が入ってるかなとか いいろろ判断してエとと飛び込んんだと思うんですよその結果外れたり当たったりっていうのがさまざ、あ、まあったと思いますけどもねでもそれが自分の主導権なのかなと思うんですよ人間はミスもしますし勘違いもするし意外な棚ボタもあったりするわけなんですよねしかしテクノロジーに依存してしまうとその選択肢ってミスの限りなく少ないなんとも正解だらけの 人生になってしまうのかなと人って時に寄り道するから新しい発想が生まれたりあらとか親とかまあっていうねびっくりがあるんじゃないかなと思うんですよ。そういいいっっったびくくりががあるかから日々が潤っていくのかなと思いますもちろん時には一直線に目的に向かうことも大事だと思うんですけどもまあお急ぎでなければねランチぐらいは迷いながら探してみたいなと宝探しのように思うわけですよね。まあ、それが 主導権を握るっていうこと,と言えななくもないかなっていうところがありますでこれはちょっとね想像の幅を広げすぎなんですけどもある飲食店を探すときにあっち行ったりこっち行ったりとかしてね、まあ、そして場所がよく分かんなくなっちゃったんで、まあ、その辺にいる人にね聞いたりするわけですよそうするとそういうところから人との縁が生まれて恋が生まれてみたいなね、まあ、そんなストーリーはちょっと考えすぎですかね はい、それでは今日は以上でございます「指導権を握る」それは必ずしもテクノロジーに答えを求めることじゃなくて最高のテクノロジー自分の頭脳に効くことなのかなとそしてそこには運や縁があるってことをね気づけるんじゃないかなと思うんですけどもいかがでしょうかではいってらっしゃいいってらっしゃいっていうかちょっと東京行ってきますそれでは